どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールにインボーク、スペシャルガシャ大感謝チケットで弾けるバージョンの方を100連パート2やっていきたいと思います。まだまだ、促進剤を残したままですね、ハイセ君にはまだ混ぜてないんですけども、まあ、ここでさっくりとね、ハイセ君1体か2体ぐらい当てて促進剤の節約をしておきたい。まあ、前回当てた、角蛇タタラさんもそうなんですけど、まあ、本当にね、持ってないやつ出てほしいですよね。もう 100% にしたやつが出てもって感じなんで、はい。捜査官。今言葉が出てこない。これはね、かなり運命力を感じた。はい、ハイス1体確保ですね。というわけで20連目。あと何15ですね、1枚手に入るのは。15枚ずつ手に入るんで、あと1ヶ月と、待てよ、大感謝チケットってサービス終了まで毎日配られるのかな。まあ、あと1ヶ月と4日ぐらいなんで、これ取ってんのが22日、多分今日アップするのかな、夜中ぐらいに。なんですけど、その間毎日ね、配られるんだったら 15×34 ぐらいで、かなりの数引けるんですけど、もしかしてスペシャルガシャ弦はコンプしてしまうのか。さては、あれ出ねえな。そうか、これ確定枠じゃないのか。なんか確定枠あるもんだと思ったわ。そう、チケットは確定枠はないんですね。やばい、渋い。こんな感じなのかな、こんな渋いのかな。どう、皆さんどうですかね。確率はいつもと変わってないと思うんですけど、こんな渋いものなんでしょうか。 OK、 まあ一発目でハイス出てくれたからね、まあ、今回はもう満足というところなんですけども、さあグールだよ。今水タイプの駆逐で店長が来てるのかな、だからハイスドンピシャで当たってると思いますね。まあ、使いたい今回の。おう、10日か。なんか確定枠がない分、ここでピックアップのが出るなみたいな、そういうのがないですね。だから SSR が何枚出ようと、まあ、プレミアムの方が確率高いんでしょう的な感じで思ってしまう。よし、1枚はスペゲンダーみたいなのないからね。ああ、これボックス整理しないからまた来るぞ。ボックス整理しろ的な最速。あ、夏クラッカー使ったことなかったような気がするんだが、あったっけ。ないよな。夏クラッカー使わないとな。なかなかね、モデリングに力が入ってるからね。さあ、捜査官だよ。これまさかハイセ君2枚目来るのでは。なるほどね。ムツキは熟練で 100% だね。さあ、あと20連。あれ、案外ボックス空いてんだな。俺、前回整理したっけ、あの後。さあ、来ない。ああ、これあれか。まさかこの SR すら入ってないみたいな事態、もしかしたら、起こってしまうんだろうか、このガシャでも。時々あるからね。はい。時々全部銀ブートみたいな。 SR が出た時はまだちょっとさ、多分金色に光るんだろうけど、レアだけの場合って多分ね、金色にすら光んないよね。はい、というわけで、100連第2弾でしたが、まあ10連目でね、見事にハイスで引くことができたんで満足です。はい、というわけで、あと1ヶ月ですが、まあ僕は最後まで、楽しんでいきたいと思います。まあコルトイグジストが途中で発売されるからな、そっからちょっと更新頻度が落ちるか、そこで止まってしまうか、まあ僕のちょっと気分次第というか、コルトイグジストの方が面白かったら多分もうそっちの動画ばっかになっちゃうと思います。というわけで、お疲れ様でした。